立山重工業は、鉄道車両や、ロードローラーなどの特殊用途自動車を製造していた、日本の企業。1934年に、本校機械製作所として設立され、富山県富山市下奥一丁目に、本社工場を置いた。1953年に鶴ヶセメントへ納入した25トン C 型機まで、太平洋戦争中を中心に確認されている。 限りで460両以上の蒸気機関車を製造した。本校機械製作所はその名の通り技術者であった本営忠義らによって創設されたが、本家自身は本校機械製作所の設立から立山重工業の工場閉鎖までの間に一度も社長に就任しておらず、会社そのものは第二次世界大戦後の財閥解体まで大口の出資者となった。 野村財閥の冒険会社という位置づけであった。また、戦時体制下で軍用機関車製造を行っていたため、大戦末期には名古屋不良収容所第8文書が置かれ、戦時不良の労働派遣先に指定されていた。立山重工業としての工場閉鎖は、戦後の需要源による経営難が主因であるが、その一方で戦後の労働運動に由来する。 人件費の激増と人員削減の困難化も大きな要因であった。国鉄 B20 形状機機関車カヤ鉄道 C-160、工場機機関車静岡鉄道 B15 系蒸機、機関車創業から機関車製造終了まで、一貫して、飽和式タンク式蒸機機関車を製造した。最小のものは、ボビー6と、カテゴライズされた 610mm 機関用ロットン B 型、機、 最大のものは大鉱山ニッケルに納入され、蚊帳鉄道で使用された40トン C1 型機であった。製造、納入実績のある機関車の機関は 610.762067mm の3種で、いずれも規格化された設計によるものであった。その基本構造は、背の高いサイドタンクなどに、昭和初期の強行で、会社消滅に追い込まれた天宮製作所が、 その活動の末期に製造した、竹都市森林鉄道18号型長期機関車などのサイドウェルタンク機との類似性が認められるが、その大半が資材難の戦時中に製造されたこともあり、リベット組み立てではなく電気溶接を多用し、規格材を最低限の加工で使用するよう図った、平滑かつ簡素で装飾を一切排した外観を特徴とする。もっとも簡素な設計の一方で、 ボイラーの使用圧力は総じて他社製より高く設定される傾向があり、例えば森林鉄道向けでは当時10から12気圧程度が一般的なところ13気圧に設定されていて、ピストン弁の使用と相まって額面上大きな牽引力の発揮を可能としていた。また、 初期の製品や一部の小型家を除く大半の製品が前方視界を改善するためにサイドタンク全部を斜めに削っており、運転台の側窓の可変がこのサイドタンクの上辺と揃えられていたこともあって、総じて腰高な印象の外観であったことで知られる。納入先は海軍や日本製鉄向けなど産業用が大半を占めるが燃料統制で、 ガソリンカーの使用が困難となった1942年以降は各地の軽便鉄道、地方施設向けの小型機能入が戦後まで続いた。さらに、規格化されたこれらの機関車の設計手法は戦時中の車両統制会においても小型蒸気機関車専門委員会によって産業用機関車の標準規格として取り入れられた。これに忠実に従う形で、 国鉄 B20 型が製造されたほか、北海道庁が道内産業の振興策の一環として1937年以降、鉱山機械の製造及び保守を行っていた札幌の中山鉄工所に、本校機械製作所製10トン C 型サイドタンク機をデッドコピーしたものを製造させ、さらには同業をかつ、後発の共産工業などの機関車設計にも、少なからの影響を及ぼしている。 もっとも、その製品全般に、品質の低い代用材の多様や、広報の極端な簡略化が見られた。このため、戦後1947年以降に世相が、落ち着いてから製造されたものや、製鉄所などの重要産業鉄道向けなどの一部の、例外を除き、高圧管与への蒸気漏れの頻発などによって、大半は、戦後短期間で、淘汰されている。なお、いずれも、 飽和式タンク機関車であり、テンダー機関車や加熱式蒸気機関車の製造実績はない。ありがとうございます。